together and be alright。 第4週のスタディログご提出ありがとうございます。いろいろ皆さんやること多い中、時間見つけてトイックの勉強頑張っているようで嬉しいです。まずはいただいた質問にお答えします。集中力を上げるために何をしたら良いでしょうか。気合、あとは短い時間ガーって集中して休憩を入れるっていうのが効果的です。ポモロードテクニックっていうのがありまして、基本的なやり方は25分集中して5分休む。で、それの繰り返し。動画とテキストのリンク貼っときますんで、参考にしてください。集中力の維持って TOEIC ですごく大事で、日々の TOEIC 学習、集中してできるかどうかで、同じ時間内で得られることに大きな差が出ます。あとは TOEIC 受験の際、集中できるかどうかで得点に大きく差が出る。日頃 TOEIC 学習する際、集中してやって TOEIC 受験までに集中力を高めるようにしてください。三日坊主の癖で忙しい日があると TOEIC の勉強を後回しにしがちで、毎日継続することがきつくなってきました。このような癖から抜け出す方法はありますでしょうか。そうですね、気合。あとはたくさんやろうとすると腰が重くて始められないんで、細かく切る。例えば TOEIC の勉強1時間しなきゃって思うと、ああ大変だなって思って取り掛かれないんですけど、例えば5分とか10分とか短い時間だったらできますよね。とりあえず5分やろう、とりあえず10分やろうっていう風に、短い時間でもいいからなんかやってください。で、その時間を無理のない範囲で少しずつ伸ばしていく。そうすればこの TOEIC の勉強を後回しにしがちっていうのから抜け出せると思います。長文が苦手なのですが、パート6-7の効率的な勉強法があれば教えていただきたいです。パート6とパート7、長めの文章読まなきゃいけないんですけど、読んで理解するっていう読解力の基礎は語彙力と文法力なんで、語彙力文法力に不安があるんであれば、まずはそこから始めてください。あとは長文が苦手であったら優しめのものからやる。おすすめのテキストは初心者特急パート6、初心者特急パート7、この2冊に入っている問題は実際の TOEIC より優しいです。なんで長文苦手だっていう人にちょうどいいレベルのはずです。そういった優しい問題から徐々に慣らしていくっていう方法をおすすめします。あとは読解力を上げるためには読む練習しなきゃいけないんですけど、長文読むのが苦手であれば優しめのテキストを使って読む練習、語彙レベルを調整してあるグレーディッドリーダーズを使って読む練習してください。 ABCD の中にラダーシリーズっていうのが入ってるんですが、これはグレーディッドリーダーズで語彙の難易度によってレベル分けされてるんで、ちょっとこれは優しすぎるかなっていうレベルを選んで読む練習してください。リーディングで資料を読みながら答える問題で、According to が書いていない時に問題になっているところの資料はどのように早く見つけられるか教えていただきたいです。パート7の話ですよね。パート7で資料がついているっていうのは、パッセージに加えて、例えばなんか注文表とか価格表とかスケジュール表とか、そういうのがついてるっていう意味でよろしいでしょうか。で、問題になってるとこの資料はどのように早く見つけられるかっていうことなんですけど、そういうのって目立つんで見逃しようがないっていうか、そこにありますよね。すいません、質問の意味を誤解してる可能性があるんですが、具体的な問題を教えていただけたらちょっと見ますんで、この問題集の何ページのこの問題みたいな感じで教えてください。 TOEIC IP の証明書をコンビニでもらったのですが、メールの方はいつ頃送っていただけますか。これ6月中旬の IP テストですよね。おそらくテスト開始日の 2,3 日前だと思います。それメールの発送に関しては私関与してないんで、担当は教務課です。もしいつっていうのをはっきり知りたいのであれば、教務課に問い合わせてください。今週の誇れること反省点目標宣言いきます。750以上目指す、頑張ろう。 ABCD のアプリで毎日学習できた、これからも継続したい、いいね。リーディングは半分は超えたけど、もっとできるのではないかと思った、
特に後半になると間違いが多かったので復習するとともに、正答率が良かった前半はミスを減らすようにしたい、リーディング7割取れるようにする、リスニングは5割、頑張ろう。アルバイトで忙しく、電車ではいつも寝てしまう、睡眠時間が減ってしまうが、これをやるまでは寝ないと目標を立て、単語、文法の勉強をした。いいね。でも寝ないと覚えられないんで、睡眠時間は確保するようにしてください。ケアレスミスをなくす。ケアレスミスなくそう。たくさんバイトをした。ゴールデンウィークだけで約6万稼いだ。その中で課題をこなし、友達とも遊び、実家にも 1.5 日帰省した。えらい。バイト後であったが勉強に取り掛かれたこと。素晴らしい。ライティング練習が毎日続いています。日記という名目にしてしまうと毎日やらなければいけないと思ってしまい、逆に三日坊主になりやすいタイプなので、日頃使っているメモ帳にふと思ったことを英語で綴って、そのまま話題を広げてライティングの練習になるような形にしています。出来事というよりはその時その時の自分の思いを書いていく形なので、楽しかったり悔しかったり、さまざまな表現ができるようになりました。素晴らしい。リスニングは集中さえ続けば6問ミスに抑えられた。集中力を上げるためにスマホの時間を少なくして勉強の時間に充てる。ゴールデンウィークで時間があった割に勉強時間は少なかったと思う。来週のスマホのスクリーンタイムを1日4時間以内にする。頑張ろう。移動時間に単語とリスニングはできたが、家にいる時間に文法問題をする時間があったので、時間を無駄にしないようにする。時間無駄にしないようにしよう。間違えた問題をきちんと分かるまで解説を読んで理解しました。素晴らしい。隙間時間を活用したこと。いいね。隙間時間を活用できた。文法、長文、リスニングにあまり時間を避けられなかったのが反省点です。頑張ろう。隙間時間を有効活用することができました。素晴らしい。今回は前回の反省点としてメモをしっかり取れたので良かったが、あまり結果には響かなかったので悔しかった。頑張ろう。今週はゴールデンウィークの課題に追われて TOEIC の勉強を怠ってしまった。頑張ろう。今週はアルバイトもないため思う存分勉強時間を費やす。頑張ろう。今週は計画したものを必ずやり遂げます。やり遂げよう。今週は自動車の限定解除のために教習所に通う時間が多く、あまり TOEIC の勉強に時間を割くことができませんでした。もうじき限定解除は終了するので、終了次第遅れを取り戻したいです。頑張ろう。今週は先週のやってない分を取り戻すために問題を2回分解く。頑張ろう。最近は友達と SNS で話すときに英語で話すようにしたのはすごく誇れると思います。お互いに高められているのもとても自信が持てるようになります。暇な時間に ABCD の今日のフレーズをしっかりと聞いて覚えられるようにします。素晴らしい。自分は長文を読むスピードが遅いのでそこが課題です。長文をたくさん解いて毎日解くことができるように頑張る。頑張ろう。十分な時間を確保できなかった。頑張ろう。寝る時間が少ない。だから移動中に寝るか勉強しなければいけません。睡眠大事です。しっかりとってください。新しい文法を学び理解度が上がり、長文を読む苦痛が減った。素晴らしい。先週できなかったパート5を少しでもやったこと。いいね。先週できなかった分、今週は公式問題集を解く。今週で今まで使っていた単語帳を新しい単語帳に変更する。いいね。先週は TOEIC の勉強があまりできなかったので何も誇れません。今週は切り替えて計画通りに勉強を進めたいと思います。頑張ろう。先週はインフルエンザにより学習計画に乱れが出た。体調不調や急な用事などが入ってもいいようにある程度余裕を持って学習計画を組んだ方が楽だし、臨機応変に対応できることに気づいた。来週は先週の分を取り戻すためにも学習時間を 1.5 倍にする。頑張ろう。前回と違って割と集中力が保てるようになってきた。いいね。単語は欠かさなかった。素晴らしい。電車の中の時間がある時などの
ちょっとした時間に単語の勉強を行うことができた。素晴らしい。反省点。ゴールデンウィーク中帰省したこともあって少しサボりがちでした。また最近どうしても長文読解の練習を避けてしまいます。時間がかかるからでしょうか。今週は頑張ります。頑張ろう。良かった点、単語学習はだんだんと習慣づいてきました。いいね。文法に弱いと感じ集中的に取り組んだ。いいね。文法の勉強が全然できていない。頑張ろう。毎日勉強することができた。1年前から読み続けている単語帳が2冊あってもうだいぶ覚えてきている。その2冊を1週間でそれぞれ1周してわからないところを見つける。いいね。未だに7時間睡眠をクリアできていない。また休日も目が覚めてしまい早く起きてしまう。もう少し早く寝れるようにしたい。そうですね、早く寝るようにするといいかもしれません。遊びと勉強の切り替えが苦手なので勉強時間はスマホの電源を切るなど工夫して切り替えを重要視していきたい。頑張ろう。今週は以上です。また来週。